聴者の皆さん、こんにちは。目指せアリ博士チャンネルです。今日も元気にアリの観察をしていきたいと思います。このチャンネルではアリの飼育や観察に役立つ情報やアリの魅力を配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。今日のお題は、世紀の大発見か、梅松オオアリが巣内交尾をしたという動画です。今回も長編動画になります。映像は全部で5場面を用意していますので、よかったら最後まで見てもらえると嬉しいです。はじめに、現在飼育中の梅松オオアリについて説明します。この梅松オオアリは、越冬女王とサテライトコロニー2つを合体させて1つのコロニーにしたものになります。コロニー合体の方法は、合体させたいそれぞれのコロニーを冷蔵庫で冷やして仮死状態にし、1つの遠近管に入れてよく混合しながら再度冷蔵し、餌場に出して攻撃的なマーカーを取り除くという方法です。次に、飼育環境について説明します。一番左は餌場、中央は疑似サテライト巣、一番右はメインの巣になります。今回、梅松オオアリの巣内交尾がどうやら一番右のメインの巣で起こったようなので、メインの巣を見ていきます。こちらがメインの巣です。メインの巣は乾燥した石膏の上にアジサイの枯れ枝を入れたものになります。アリたちは石膏の上ではなく枯れ枝の中で暮らしています。梅松オオアリは枯れ枝に住むアリなので、石膏よりも枯れ枝の方が居心地が良いのだと思います。映像の真ん中にいるダシコンのある大きなアリが1匹目のダシ女王になります。枯れ枝の上にはオスアリの姿も2匹確認できます。梅松オオアリは体の小さなマイナーマーカーと体の大きなメジャーマーカーがいます。それぞれは明確に区別できるわけではなく、クロオアリや胸赤オオアリと同様に体の大きさは連続的に変化します。さて、枯れ枝の中にもう1匹のダッシュ女王がいるのが見えるでしょうか。もう1匹のダッシュ女王、画面中央に持ってきました。もともとこの合体コロニーにダッシュ女王は1匹しかいなかったはずなのですが、今日確認したら2匹になっていました。有志女王とオスアリはたくさんいますので、巣内で交尾した可能性が高いです。もう1匹のダッシュ女王が見えづらいので、撮影する向きを変えてみました。この方が見やすいですね。画面中央にいるもう1匹のダッシュ女王の姿を見つけることができたでしょうか。梅松オオアリの巣内交尾について Google スカラーなどで論文を調べてみましたが、出てきませんでした。おそらくですが、梅松オオアリの巣内交尾は正式には報告されていないように思います。このあたり詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。もし本当に巣内交尾をするなら、これまで枝呼吸採取でサテライトコロニーをリリースしてきた方も、これからはリリースする必要がなくなるかもしれません。巣内でダッシュ女王が誕生すれば、一つのコロニーとして飼育することができるかもしれません。ケースを軽く叩いて刺激を与えてみました。マーカーたちはもちろんパニックです。もう1匹のダッシュ女王も動いていますね。2匹のダッシュ女王がアジサイの枯れ枝の樹皮を介して向かい合った形になりました。両者ご対面です。このまま少し観察してみましょう。
特に何も起こりませんでしたね。野外でも、梅松終わりの、たし、コロニーが見つかることがあるようですので、おそらくは、このような巣内交尾で、一時的に、たし、コロニーになっているのだと考えられます。これから2匹の脱脂女王が、それぞれどうなるのか、しばらく観察していきたいと思います。中央のケースの、疑似サテライトコロニーも見ていきたいと思います。この疑似サテライトコロニーは、メインの巣と、餌場、の間にあります。ここには、有脂女王が2匹と、オスアリ、がいますね。メジャーワーカーとマイナーワーカーが栄養交換をし合っています。手前では、マイナーワーカー同士が栄養交換をし合っていますね。疑似サテライトコロニーも、石膏巣状ではなく、アジサイの枯れ枝状に形成されていますね。ここの有脂女王2匹も、巣内交尾して、脱脂、してくれたらいいなと思います。梅松終わりは飼育されている方の多いアリですので、脱脂女王を人の手で生み出すことができれば、さらに多くの人に梅松終わりを飼っていただき、このアリの魅力を知ってもらうことができそうですね。ぜひ、そうなってほしいなと願います。栄養交換が終了しました。栄養交換の後は、皆、固まってじーっとします。じーっとするのは、居心地が良く、落ち着けている状態ですので、見ていて安心できます。最後に、餌場の様子を見てみます。餌場には、現在、プロゼリーを設置しています。プロゼリーは、浜田屋チャンネルさんからいただきました。浜田屋チャンネルさんは、概要欄に、リンクを貼ってありますので、そちらからご覧になれます。プロゼリーは蜜餌でもあり、タンパク質も多く含んだ、大変いい餌です。餌場には石膏のスロープをつけています。ここにも、疑似サテライトコロニーができています。メインの巣や、中央の疑似サテライトコロニーの、アジサイの枯れ枝の面積が限られているので、そこに入れなかったメンバーが、ここにいるのだと思われます。餌場では、疑似サテライトコロニーはプラスチック状ではなく、石膏状に形成されています。今回の動画、いかがだったでしょうか。梅松オオアリは、飼育されている方の多いアリですので、巣内交尾、人工交尾の可能性について、引き続き、調査していきたいと考えています。もし、梅松オオアリを飼っていて、巣内交尾、を確認した方が、他にもいらっしゃいましたら、ぜひ、コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録をお願いします。